どっちの手で筆を持ってますか？はい。皆さん、こんにちは。柴崎です。お元気ですか？はい。今日はね、また、超基礎編のお勉強の時間になりました。今日の超基礎編はね、超基礎編の中の最も超基礎編のお話をしたいと思います。以前ね、パレットのお話をしましたね。パレットに絵の具の並べ方、レインボーカラーで並べましょうってお話しました。どうしてかというと、パレットは料理をするときのキッチンと同じだから、使いやすいように並べなきゃいけないですよっていうことですよね。今日のお話は、その元に戻って、では、テーブルの上の画材のセッティングはどうしたらいいだろうというお話をしたいと思います。え？画材のセッティングです。考えたことあります？これね、これもだから、パレットの時は言いましたけどね、実はね、たくさんの方の絵、もう、セッティング見てきたんだけど、これね、ぐちゃぐちゃなんで、やっぱり。でたらめ。ぐちゃぐちゃ。ね、あまりぐちゃぐちゃって言われてまた、これ見てる人が怒られそうだけど、本当にそうなんだから。で、やっぱりね、やっぱり使いやすく、まずするっていうことね。絵を描きやすい、やっぱり条件を作るということが大事です。そのために、画材のセッティングのね、今日もう一回見つめ直してみましょう。はい。では、このね、テーブルを見てくださいね。はい、まず、ここにちょっと置きました。実は、広いでしょ、これ。本当にぐちゃぐちゃでしょ？これ見て笑ってる人ね。実は笑ってるあなたもそうかもわかんないんだから。ここまで俺がひどくないぞ。と思っても、これが似たようなことになってる人が多いんですよ。あなたは、大丈夫？ですね。まずね、例えばね、水入れね。水入れ。ちょっとここに持ってきてみせる。こんな風にね、これ筆を立ててる人がいいんですよ、ここに。こんな風に。まあ、水入れのね、ここにね、ちょっと見えないかもな。穴が開いていてね、ここの筆を刺したらいいよって。こういうのもあるんだよね、確かに。あるんだけども、ここに筆があったら邪魔でしょ？だって、この水はとても大事だったんですもんね。だから、こういうのをもうやめよう。あるいは、これと同じようなことをね、してた、あなたがいたら、やめちゃおう。これ、取ろう、これ。いらない。取っちゃう。で、こう、すっきりしていいですよね。ほら、ここ、すっきりしたでしょ？ここ刺したらダメですよ、こんなとこに。それから、あとね、柴崎言ったけど、例えばこんな筆とかね、もうとにかく筆をいっぱいね、こういう用意してる人いるんですよ、こうやって。絶対使わないでしょう。こんなたくさんの筆って。絶対使えないと思うんだよ、僕ね。だから、もうこれいらない。もう、いらない。いらない。いらないから、こっちへ、捨てちゃいます。ね。あら、好きになってきました。鉛筆だって日本もいらないよね。またこの鉛筆をね、またね、もういろいろ持ってる人いるんですよ。いらない、そんなものは。あるんだったら一本あればいいし。ですね。でも最初形変えたらもういらないし。マスキングテープ。いらない。うん。マスキングしたかったら最初に、こうね、やって、あ、使い終わったら捨てよう。もういらないし。ね。もういらない。ティッシュペーパー。こんなの持ってる人もいる。いらない。ね。もうみんな捨てちゃう。
柴崎はこう見ると綺麗好きなんですからね。それからね、こんなとこにチューブね、絵の具チューブとかね、消しゴムとかね、もう絵の具はもうここにいっぱい絞り出しておけばいらないんだから、絵の具はね、もう花たちとはもう絵の具の箱セットの箱までここに置いてる人いるんだよね。ここにも絵の具を出しておこう、絵の具をだからもういらない、ここここにもういらない、ここに気持ちいいね、こうやってみんな捨てちゃうとこれもいらないね。あら、ね、どうですか、随分のなくなったよね、あこれこれもいらない、二人の手が一本あればいいし。それで、うん、だいたいこのくらいのもんです。どういうの？水ですよね。パレット、紙、太い筆一本、まあ、ちり紙は、ディス、ね、トイレットペーパーでもいいかな。それから、布ですね。もう、こんなもんだけです。みんな、もうみんな片付けよう。そして、いよいよ、これからが本番の話です。まず片付ける。で、これからが本番ですよ。さて、そこでね、あなたにお聞きしましょう。あなたは、どっちの手で筆を持ってますか？こっち？右手？左手？どっちかな？柴崎はね、右手で持ってます。じゃあ、右手で持ってるということでちょっとお話しますね。もちろん左手で持ってる人はその反対だと思って聞いてください。右手で持ってる人は、こういう置き方じゃダメなんですよ。でもこうやって置いてる人多いんだけどね。まずね、これ水かるでしょ？それで、ここで絵の具をつけて、こっち描くんだけどね。結構距離は遠いんですよ。で、紙が向こうの方ではダメですよね。こっちの方では。紙はできるだけご自分の正面になきゃダメです。そうすると、紙がこう、ご自分よりも遠くにあったらダメですよね。まず紙を自分の近くに持ってきましょう。まず紙を自分の近くに持ってくる。自分の近くです。そして、書くんですけども、今度は広角とパレットが遠いですよね。向こうの方の絵の具取るの大変です。どうするか。ここが空いてますよね。ここにパレットを持ってきましょう。ここ。ね。そして、パレットとお水は一緒ですからね。お水で絵の具を取るんですから。このパレットの近くにお水を持ってきます。そしてここ空いてますよね。これ持ってもいいかな。ここ空いてますよね。ここに布を置きます。ね。あ、そうだ。布のことを言おう。布ね。この布をね、こうやってね、敷物にしてる人がいるんですよ。こうやって。こんな風に。これは全くナンセンスです、こんなことは。これは水をコントロールするためのとても大事なもんですから、敷物ではありません。ここね。だからやめて、折りたたんで、ここに置きます。で、だから、お水、布、絵の具と、こういう四角い形を作りましょう。そして、その脇に、左脇に、紙。紙は自分の真ん前。このような置き方です。そうするとね、本当に使いやすいんですよ。お水を筆につけたら、もし多かったらここでコントロールする。ちょうどよかったらそのまま持ってきて、絵の具を解く。絵の具が多すぎたらコントロールする。そして絵を描くというね、とってもほら、手の動きがね、良くなるんですね。こういうふうに。これが、例えばですよ。じゃあ、ここにパレットを置いたらどうかってね、紙は正面にあって。
そうしたらこうやったらこう、水がボタボタってこれ垂れるでしょうかって。で、また絵の具を溶いて、またボタボタボタって持ってくるとかね、なっちゃうんですよ。この距離は遠いとダメです。実はでもこうやってる人多いんだけどね。これ、パレットと水はすぐそばです。すぐそば。すぐ近くにこうやって置きます。で、紙が自分の正面。これがね、一番効率いい、ね、石橋の経験上一番効率のいいセッティングです。ね。さあ。じゃあね、左利きの人ね。左利きの人はどうかっていうと、当然これは逆ですね。まずあなた自身が少しこっちの左の方に座ります。こっちの方ですね。じゃあ左に座ったとしましょう。だから、紙が当然左に来るんですよね。あなたはここに座ってます。そして、パレット、お水がこっち、布がここ、ここに四角く作って、左手で水をつけて、絵の具を溶いたり、コントロールしたりして、絵を描く。あなたはここにいるんですよ。というふうな感じです。ね。だから、もう一回言いましょうね。とにかく、整理しよう。ね。本当に絵を描くには何が必要か。今日私今から絵を描くのに何が必要か。整理しましょう。で、このテーブルの絵をまずスッキリとさせましょう。最初から。だから、こんな風な、いっぱいの筆、いらないですよね。これやめよう。もうここに置かない。ですね。絵の具とかね、絵の具の箱なんかもいらないですよね。だってパレットにもいっぱい絵の具出してあるんだし。いらない。でしょ？そうやって全部スッキリさせてから、右利きの人は、と、お水はや右側に。そして紙が自分の真正面に来るようにセットします。左利きの人はこれ逆ですね。こうやるとね、本当に書きやすいんだから。まずね、水彩画を上手に描こうと思ったら、こんなね、こういう本当に超基礎編の一歩一歩がね、大事なんですね。ね。以前、パレットはこう絵の具並べた方がいいですよ、とお話と、今日はね、つながってるお話です。あなたのテーブルの上の画材のセッティング。これを、余分なものはいらないものはやめて、片付ける。そして、右利きの方、左利きの方は、それぞれきちんとこのようにセットするんですよ。というのが今日のお話でした。いかがでしたか？今日ね、今日聞いて、なるほどと思った方はね、評価と、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回は最後までね、ご視聴くださって本当にありがとうございました。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。